首位琉球と5位鳥取の上位対決。前半の8分でした。琉球が左サイドから作って富所、ここ枝本が運んでクロスを上げた徳本です。そしてヘッドの富樫、ここは甲斐が頭でクリアしていきました。シュートブロック1位の甲斐健太郎です。13分です。鳥取コーナーキックから西山のドンピシャ。甲斐がおとりになってディフェンスを3枚から4枚引きつけた後でした。甲斐がよこの選手たちを引き連れてフリーになった西山が右足合わせていきました。そしてこのクリスティアーノ・ロナウドポーズ。34分のプレーです。鳥取の8番のヘルナンジーニョが切り込んで中にカットインしてきて得意の右足です。好きな角度からのシュートでした。ヘルナンジーニョ前半の44分、富所から中央に戻して枝本がふわっと上げたボールにヘッド。これが決定機、そして決定的なシーンでしたがオフサイドの富樫でした。前半は1対0鳥取リードで折り返していきました。後半のまた立ち上がりから琉球がボールポジション高めてきた中でのガイナーレでした。ビートル・ガブリエルが自分で攻めていってレオナルド、ここ切り返してもう1回というところで左足でした。そして後半の9分の琉球です。一人選手が倒れていましたが中に入っていって富樫が切り替えて右足、このシュートでした。井上触ったんですがそこを突き抜けていきました。かなりの威力でしたこの富樫のシュート。琉球同点。アディショナルタイム46分の琉球です。この位置でカットして枝本からボールが出ます。そして中央に来て後ろから枝本でした。これも井上触ったんですがその枝本の執念、右足の気持ちがこれ勝ったんでしょうか。ネットを揺らしました。この枝本のゴールで逆転した琉球です。1対2。10人ほどのサポーターとそしてベンチも一体となって喜びを表現しました。そして後半の48分、もう一回琉球です。和田からの展開で抜け出た中川でした。ここで1対1になって冷静に左足ですぐに蹴り込んでいきました。このゴールで1対3。井上が振りほどかれてその後左足で冷静に中川が決めていきました。でこのままタイムアップ1対3で琉球、C 琉球が勝ってその力を得点力を遺憾なく見せたというゲームでした。